ショートカットが好評の北川景子を引き離した二人は ?10 から30代女子が選ぶ、男装がかっこいい女優、トップ3。11月23日に公開される楽と、二階堂踏みダブル主演映画、勘で埼玉男装。役でアンズが出演する。アンズは滋賀のオスカルと呼ばれる滋賀解放戦線のリーダーを演じるが、男装のビジュアルが公開されると、 めちゃくちゃかっこいい、美しい、と話題になった。そこで今回は10から30代の女性100人に断層したらか、たかっこよさそうな女優。第3位、9.0%は、北川景子北川は、9月に主演、連続ドラマ W 落日、ワウワウ、で、新進気鋭の映画監督を演じる。 嵐の松本潤主演 NHK 大会全国絶世の美女であるお市を演じたことも話題になった。ロングヘアのイメージも強い北川だが、2019年にボース、後段者でショートカットにメンズニットや黒タキシード姿を披露、ネットにはイケメン声が上がった。宝塚みたいな感じが似合いそう、35歳、女性。 顔が綺麗だからすごくイケメンになりそう。36歳、女性、鼻立ちがち<務>んとしていて綺麗だから、39歳、女性、パートアルバイト。リオドリジシー感じになると思う。35歳、女性、事務職。顔がクールできつめなので似合う。37歳、女性、主婦。